ドラホなんだこれ。どうも、はい、ドラホ TV こうちゃんです。はい、こうちゃん。はい、本日お送りする動画は、はい、SWC ジャパン広告が新しく新設されたという動画は前に、お伝えいたしました。出したね。はい、そちらの SWC ジャパン東北がですね、初めて、練習日を行ったという動画を今回お送りしたいと思います。はい、ドラちゃんがですね、今回はですね、撮影に来ないというふうに言ってたんですけども、 B チームの練習が終わった後にですね、ドラちゃんがなんと登場したので、撮影しますので、そちらの模様をご覧ください。はい、すいません、ドラちゃんです。はい、どうも。ですね、今ですね、はい、SWBC の活動されてるってことで、ドラちゃんちょっと急遽、いやびっくりしました。急いで来ました。お前来るはずないと思ってたんで。はいはい、何しに来たの。いや今日は、はい、B チームで、はい、まあこうちゃん以外にですね、はい、ドラホメンバーで実は、はい、まあコーチされてるって方がもう一人いたんで。そうですね、前回紹介できてなかったですね。そうです、前回ちょっと用事があって来れなかったんで。はい、ということで、あらっしゃー。はい、キングです。はい、どうもどうも、おはようございます。いや来ちゃいました。いやごめんね、こう練習をねちょっとねなんとか映したいと思って急遽来たんですけど、今終わったとこっす。はい、終わってもう着替えてますから。はい、もう、はい、今日はね、本当は予報、雨の雷雨とか、もう雨が強いという予報だったんだけど、はいはい、一度バーッと降って、めっちゃ降ってたね。そのことはちょっと持ったんですよ。うん、練習できました、練習できました。いや、ドラちゃんも来るとき、はい、めっちゃ降ってて、やってないんじゃないかなと思って、いなかったらどうしようと思って来たんだけど、初日だったんで、初日で終わりには、というか、初日でよくいい練習できたなっていうふうに思いました。時間配分もなかったっす。どうですか何してたの？聞き方あれだけど、何してたの？もう藤田、キング藤田はもうアップ中心のもうコンディションばっかりとか。あ、じゃあもうアップを、じゃあいつも通りこう。そうです、はい、もう野郎どもの体ばっかり追っかけて、うん、あ、いい体の使い方、うん、もうちょっとこうした方がいいよだの、そういうばっかり。あ、じゃあアドバイスして、はい、ストレッチ法とか、なんかそういうのも。キングが、じゃあ今から皆さんこういうアップやりましょうみたいな感じ？そうです、押し切って。今見ていただいた B チームのアップの模様になります。実はキング藤田もですね、 SWBC ジャパン東北に携わっております。藤田はですね、コンディショニングとかですね、トレーニングというのは精通している部分がありますので、藤田コーチが、考えた、アップを、皆さんが必死にやっている模様になります。非常にですね、動的を兼ね備えた動きのあるアップで、皆さんやっぱりやったことない人も大半だったので、やっぱ難しい動きだったのかなというふうに思いますけども、楽しく汗をかけたなという風印象がありました。やはりアップは楽しく体を動かしながら汗をかいてですね、コンディショニングを上げていくっていうのも一つの、大事な要素かなというふうに思います。キング藤田のアップに皆さん今後もご注目ください。さあ続きましてはシートノック実践形式の練習に入っていきます。この日が初日ということもありまして、皆さんやっぱ硬さもありつつ、コミュニケーションを取りづらいという状況の中で声を出しながら、皆さんやっております。そしてこのキャッチャー若いですね、肩が18歳でだったんでしょうかね、このキャッチャーは。うん、ナイスボール。そしてノックですね、実際にシートノックをやっております。1ポジションにあまり3人から4人ぐらい集まってノックをしております。うん、ナイスボール。非常に年齢も若い、B チームだなというふうに思いました。動きもキビキビ、軽快な動きをしている選手たちが多かったです。もう少しね、次回はですね、声が大きく出してですね、活気のある練習にしていけたらなというふうに思いました。
最後はより実践に近い形で練習をして終えました。ということで SWBC ジャパン東北の、はい、指導そして練習初日の模様をご覧いただけました、はい、我々ドラゴンホースからですね、うん、キング藤田こうちゃんそして選手は切り込み隊長健太が、B チームに在籍しております、はい、ドラホ TV はですね微力ながら SWBC ジャパンの活動そして東北 B チーム A チームアカデミー問わず、応援していきますので皆さんもご視聴そして応援よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そして B チームのみんな頑張ろう。